何月かな、すごい今年の 2月でしたっけね、これ、かなたさんも一緒だったんですけど、うん、見た方も、ね、いらっしゃると思うんですけど、映画でね、あ犬鳴村という映画が公開になりまして、はいはいはい、で公開に先立って、ちょっとイベントがありましてね、そこで僕とかなたさん呼んでいただいたんですけど、はい、ただこのイベントでですね、まあもう本当第一発目、僕がまず出てって、あの、犬鳴きトンネルにまつわる会談をしてくださいという依頼だったんですよ。うん、ただね、僕、犬鳴きトンネルに関する会談ってのはね、持ってなかったんですね。うん、いや、これ引き受けたらいいけど困ったなと思ったんですけど、まあ、幸いなことに僕、プライベートで普段、仲のいい連中っていうのはみんなの九州の出身なんですよ。でこれなんかね持ってんじゃないかなと思って片っ端から、博多っ子たちに聞いてったんですよ。そういう体験ないですか、うん、で一つだけ面白い話があったんですけど、その方がね今年齢が山湯さんと同じかな、うん、その方がね地元の福岡の方なんですけど、地元の高校を卒業してそのまま地元の大学に進学したんですけど、うん、ただ、まあ、本人曰くですよ、これ、まあ、土地柄もあるのか、この時代っていうのもあるのかね、大学入った時のこの先輩後輩の上下関係っていうのが、うん、もうえげつなかったと、もう今だったら大問題だぞっていうようなことを毎日やってた、うん、でそんなある日なんですよ、3年生の先輩がね1人来て、1年生の男たち10何人集められると、で夜中にね呼び出されて、で10何人で行ってみたら、その3年生の先輩が小さな軽自動車に乗ってブーっとこっち来るんですよ。でガチャッと降りてきたと思ったら、お全員揃ってるな乗れって言うんですよ。男10何人20人近くなんですけど全員軽自動車に乗れって言うんですよ。めちゃくちゃなんですよ。本当に後部座席とかね、膝の上にどんどん乗って、もう30、40になって、ぎゅうぎゅうですよ。で、それをこう、先輩もゲラッゲラ笑いながら、よし、じゃあな、今日お前らいいとこ連れてってやるの。犬鳴きトンネル行くぞって言うんですよ、夜中。でもうね、もう、体験者の人だってそんなとこ行ったこともなかったけど、ただ、そんな心霊スポットなんかよりも、一番怖いのは先輩に逆らうことだから、もうみんな分かりましたって言いながら、ぎゅうぎゅうになっていくんですよ。でいざ現地着いてみましたら、もうこれ今ないらしいんですけどね、当時はそのトンネルの手前、入り口のちょっと手前に公衆電話があったんですね、うん、でようやく着いたら全員降りろと、だから次みんなあの公衆電話に入れるだけ入れって言うんですよ。マジっすかって言いながら男連中ね1年生柔軟にあの狭い電話ボックスにぎゅうぎゅうになって入る。でまたそれ先輩見てゲラゲラ笑うんですけど、今度ね電話ボックスの下の隙間から爆竹投げ込むんですよ。危なっ。そしたらもう電話ボックスがバンバンバンってなるじゃないですか。でぎゅうぎゅうの中で男たちがうわーって言ってんのまず先輩ゲラゲラ笑ってるんですよ。もうひとしきりねうわーってやってたタイミングで、突然この電話ボックスの中の公衆電話がチリーンと鳴り出したんですよ。みんなそれでびっくりしたらもうギャーって飛び出すんですね。で全員何が起こってるのかわからない、唖然としてるんですけど、電話ボックスの一番手前にいた凌介っていう男の子が、先輩俺ちょっとこれ出てみます、うん、もうちょっとお前出てみろよって言って凌介くん電話ボックス行って受話器取って耳に当てると、途端にええなんでえって言ったとガチャンと切るんです。出てきたんで何だったって聞いたら、受話器上げた途端向こうから凌介あんたなんでそんなとこ行ってるのっていう凌介くんのお母さんの声なんですね。えなんで母さん、凌介あんたそんなとこ行ったらね母さんどうしたらいいかって言ったところでガチャンと切れちゃったんですよ。そもそもなぜその時刻息子が犬鳴きトンネルに来てるのを知ってるのかもわからないし、公衆電話にどうやってかけてきたのかもわからないです。でみんなその場でなんだそれっつってたんですけど、結局そのままみんなね帰りまして、で夜中は凌介くん家帰ってきて、ただいまっつってリビングねガチャッと開けたら、リビングでお母さん受話器握りしめたまま亡くなってたんです。これ一体どういうことなのかわからないですよね。
でも最後にお母さんが言ったね、あんたそんなところに行ったらお母さんどうしたらいいかっていうのが最後の言葉なんですよ。お母さん何かを知ってたのかなって、で結局それが何だったのかっていうのは分からないらしいんですよね、うん。まあ、そのままその猫の凌介くんっていうのは大学を辞めてしまったらしいんです。その後どうなったかは分からないって言ってましたね。はあ、